今日は3月29日日曜日のニューヨークからお届けしてます。まあ、ニューヨークの最近のコロナ対策の状況を伝えつつ、まだコロナって本当にやばいのって半信半疑の人も結構いると思うんで、ニューヨークの状況を知ってもらって、あと私自身の心境の変化なども素直に伝えることで、ちょっとでも気づきがあればいいなと思って配信してます。まあ、ニューヨークの状況の変化を時系列でまず整理したいんですけど、ニューヨークで最初の感染者が見つかったのが3月1日でした。で、その2週間後ニューヨークで3月14日にニューヨークで最初の死者が見つかりました。わずか3日後ですね、3月17日にニューヨークでは飲食店の封鎖が行われました。その時の感染者数は1400人です。で、飲食店の封鎖っていうのは、デリバリーテイクアウトのみの対応、その他の店内での飲食は禁止っていった対策です。で、この時点では、まあ、スターバックスだったり、ちょっとしたカフェが開いてたし、あとフォエバー21、H&M、ザラみたいな洋服屋さんもまだ開いてたので、まあ、買い物しようと思えばできるような環境でした。その5日後ですね、3月22日に次はマチルダスローっていうマチルダ法というのが開始されます。で、この時点での感染者数は爆発的に増えていて1万5千人でした。で、このマチルダ法っていうのは何かっていうと、まあ、医療系を除く必須ではない職種の出勤停止っていうのが主な内容です。このマチルダ法が始まってから一気に街中が静かになったなっていう印象があって、今まで空いてたスターバックスなどのカフェ、タピオカ店なども閉まって、洋服屋さんも一律閉まっているので、一気に街中が静かになった印象です。で、3月29日現在、今日は、現在感染者数が約6万人で、死者数が965人超えていると、もうすぐ1000人到達しそうな勢いです。びっくりするのが、ニューヨークで最初の感染者数が見つかったのが3月1日なんですよ。まだ1ヶ月経ってないんですね。私は正直言うとすごい楽観的な性格なんですね。だから、3月の17日に飲食店が封鎖された頃、その時はまだそんなに真剣にこの事態を捉えていませんでした。結構早い段階から危機感を持っている人は私に警告してくれてたんですけど、正直そんなに自分ごと化できてませんでした。飲食店閉まってるけど、まあ、レストラン店内でご飯でき食事ができないだけでテイクアウトできるし、ニューヨークってデリバリーサービスが大変普及してるので、生活に問題なく、生活には何の支障もないなって感じていました。正直ザラに買い物行ったり、 H&M にフォエバー21に買い物行ったりしたり、公園でタピオカジュースを買って飲んでみたり、そんなことをしてました。でも3月22日以降は一切の飲食店含め、美容室、まあ、医療系以外のビジネスは一切出勤停止になっているので、そこからは一気に私もなんかこう心境の変化が出てきたなと思います。ことの重要さにあんまり気づいてなかった私が、コロナの状況をちゃんとこう危機感を持っているようになった理由はいくつかあって、一つはやっぱりその3月22日にマチルダ法によって一気に街の中の様子が変わったっていうことと、やっぱり周りの人たちの行動が変わったことによって群衆心理で、私も ちゃんと他人のことに気を使って行動しなきゃいけないなと思うようになりました。やっぱりその自分がは健康で絶対感染しないっていう変な自信があったとしても、自分が 無意識のうちにウイルスに感染していて、それを他人に菌をばらまいている可能性があるってニュースでも周りの人からも言われて、ちゃんと意識するように、ニュースで毎日のようにクオモ知事が、今ニューヨークが一つにならないとこの危機感は乗り越えられないんだっていうメッセージをすごいこう真摯に訴えてくるんですよね。そのスピーチに心動かされたっていうのも
あるし、やっぱりなんといっても毎日これだけ感染者数だったりとか死者数の数字がどんどん増えているっていう、その数字を目の当たりにしてことの重大さを実感したってのが正直なところです。東京も感染者数400人だから、あ、まだあの風邪と一緒でしょう程度に考えちゃってる人がいると思うんですけど、あっという間にこれニューヨークみたいに感染者数が爆発してしまう可能性があるので、最近では若い人でも感染して亡くなってるケースもあるので、本当に自分を守るっていう意味と周りの人を守るっていう意味できちんとあの配慮していく必要があるな。今日本人危機感ないってすごい叩かれてますけど、ネット上で、うちも日本にいたら正直危機感持ててないと思います。ニューヨークだからにいるからこそ危機感を今は持ってるけども、外出自粛しようって言われても外に行けばお店やってるし、窓の外を見れば人が歩いてるし、あ、だったら大丈夫だろうってなんかこう油断しちゃいますよね。ニューヨーク市の人口が800万人で東京は900万人なので、まあニューヨークと同じぐらい大きなシティですよね。だから一気に感染が蔓延したら爆発しちゃうんじゃないかなっていうのは危機感を持ってます。日本以外でこういう事態に遭遇するのが人生初めてなので、今まで日本政府の対応しか受けたことない身からすると、ニューヨークの決断力の速さとあと施策内容の具体性にすごい感動してます。施策内容がきちんとあの細かく具体的にしかも素早く施行されてるっていうのもすごいんですけど、日本の政治家ってなんかこう台本読んでるだけでその人の気持ちがあんまり伝わってこないんですけど、クオモ知事は本当に今ニューヨーク市民は一丸となってこの危機を乗り越えなきゃいけないみたいな気概がすごい感じる。外出自粛だったりとかその人の判断に委ねるような中途半端な施策だといつまでも人は出歩いてしまうので、もう一気にビジネスをストップさせたりとか、もう移動手段をストップするなどして強硬な施策に出ないと大きな変化は生まれないんだなってニューヨークに住んでて学びました。で、最近のニューヨークの、まあ、街中の変化なんですけど、コロナ対策、不要不急の外出はなるべく控えようっていうのはもちろんなんですけど、ソーシャルディスタンシングっていうのが合言葉になってるんですね。で、ソーシャルディスタンシングっていうのは日本語で言うと社会距離っていうみたいなんですけど、何かっていうと、6フィート約180センチ人と人との間分けようねっていう意味です。それをソーシャルディスタンスと社会距離というみたいです。スーパーでの様子とか動画でアップしてるんでそちら見ていただきたいんですけど、スーパーなどでもなるべく人と人との距離を180センチ空けるようにいろんな施策が取られていて、例えばスーパーで、レジに並ぶ列に床に線が引いてあって、その線より人に近づかないように距離が取られていたりとか、あとレジに通される前に両手に消毒液をかけられてレジに向かったりとか、でレジについてもレジ店員さんと2メートル距離を空けるように線が引かれていたりとか、このソーシャルディスタンシングっていう合言葉にのっとってニューヨークは至る所で徹底的に対策が行われてます。街中でもこう予防のマスクをつけてる人が増えたなって思うし、こっちの人はゴム手袋をつけましょうって推奨されてるのでマスクとゴム手袋をつけてる人をよく見るようになったし、なるべくドアノブは素手で触らないで肘で押してドアを開けたりとか、エレベーターのボタンも指で押すんじゃなくて、まあ、肘とかこの指を折り曲げたここのナックル骨で押すようにしたりとか、そういう小さな小さなことだけどそういう予防をしっかりとってる姿を見かけます。はい、ということでちょっと話がとちらかってしまって申し訳ないんですけど、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。